こんにちは世界今回は固有値固有ベクトルの概念を発見しよう固有値固有ベクトルって習った時定義や計算方法が突然降って湧いてこなかった固有値とか固有ベクトルという概念を発見する道のりが知りたくないベクトルに行列を作用させるってどういうことか考察してみようそうそう 今回は数式結構出てくるけどそれは後でしっかり検証したい人向けで別に真剣に見なくても大丈夫だよ。この行列 m をこのベクトル x に作用させるとこのベクトルに変化するね。これってベクトルを回転と伸縮させているように見えるよね。さて私たちは回転と伸縮を行う行列を知っているよね。 回転行列はこういうコサインとサインの行列だね。これで大きさはそのまま角度だけシーー左に回転してるね。伸縮はこんな行列だね。これで角度はそのまま大きさをシグマ倍にしているね。そこである行列さっきの m を回転と伸縮で表現することができないかを考えよう。 いや、なんで分解しようと思うのって思うかもしれないけどまあ因数分解みたいなものだね意味のある要素に分解できそうな時はそれをつい考えちゃうんだろうねここでもう一例さっきの行列を別のベクトルにかけてみよう作用させた結果はこうなる回転と伸縮が起きているのは確かなんだけど さっきのベクトルとは異なる回転異なる伸縮に見えるよね一つの回転一つの伸縮ではある行列を表現しきれないんだねそこで右回転二方向の伸縮左回転で表せないかを考えようこれは元の行列が4変数あるのでシグマ1シグマ2シーターファイ の4変数なら表現できるのではないかという考えによるよ。なんだけど4変数は大変だから性質の良い3変数の時を例にとって話をするよ。3変数対称行列の場合についてこんな風に元の行列の要素 a b d をシグマ1シグマ 2θ に変換することを考えよう。さあゴリゴリ計算するよ。 方針は分解後の右をばらして要素ごとに比較するそれで3つ式が得られるよ目標はシグマ1シグマ2シータを a b d で表現することだよ式を変形して整理していこうサイン二乗とコサイン二乗を作って足して1にして変数を減らしたりするよシグマ1シグマ2が出てくるので 式を2つ組み合わせるとシグマ1の2次方程式が出てくるから解の公式で解が求まるね。解くとこうなるね。ルートの中は正の数になりそうだから実数解が得られそうだね。使った式はシグマ1シグマ2を入れ替えても同じ式になるからプラスマイナスの2つの解がそれぞれシグマ1シグマ2になるね。シータの方は、 サインとコサインの式を割り算してシグマを消してアークタンジェントを使えば得られるよ。さっき求めたシグマ1シグマ2を代入してアークサインやアークコサインを使って求めることもできるよ。さあ具体的に制定値対象行列を一つ例にとってみていこう。今導いた式で m の要素からシグマ1シグマ2シータを求められるね。 さあ、回転と伸縮に分解した結果が本当に元の行列と同じか確かめよう元の行列は半径1の円周上の点をこんなふうに変換するよじゃあ分解した行列を適用した場合を考えようまず45度右回転オレンジの点が横軸上に乗ったね次に横に3倍 縦に一倍の拡大伸縮そして四十五度左回転元の行列を作用させた結果と分解した行列を一つずつ作用させていった結果は一致したね分解はちゃんとできてたみたいだねもう一例、別の整定値対称行列で見てみようこの行列はこういう変換だよ 右に、C、回転横に4倍縦に1.5倍の拡大伸縮左に敷いた回転元の行列と分解した行列で結果は一致したね分解は正しそうだね分解する分手間なだけで嬉しいことないじゃんって思った実は分解できると行列を何度も作用させる 要はべき乗の計算が楽になるよ。分解前の行列を何度もかけるとこんな感じになって、とても計算する気にならないね。分解した状態で行列 M の事情を見ると、右回転と左回転が打ち消し合って単位行列になるから、対角行列を回転行列で挟む形のままになるんだね。行列 M の N 乗にしても、 真ん中の対角行列の要素が N 乗なだけで項の数は多くないから計算は楽だね。この対角要素だけにする対角化が回転と伸縮で分解する利点だね。なんだけど実は一般のつまり対象じゃない行列に対して今見せた分解方法は適用が難しいんだ。そこで分解の様子をもうちょっと観察して。 エッセンスを抽出しよう。さっきの行列について45度回転と伸縮率はどこからわかるかなここを拡大して見てみよう。最初に右回転して横軸状になったオレンジのベクトルがシグマ1倍した後、最後にシータ左回転したからオレンジのベクトルの角度と拡大率がわかるとシグマ1とシータがわかりそうだね。 もう一つ見た行列の方でも右回転したときに軸上にいたベクトルの角度と拡大率がシグマ1シグマ 2θ になってるわけだよね。どっっちも行列を作用させるる前後で方向が変わってないことに気づけるね。というわけで行列を作用させることが方向はそのまま定数倍することになるベクトルを見つければいいわけね。 さて、じゃあそういういベクトルを見つけてみよう。ベクトルを移行してさらに具体的に要素を入れて考えよう。求めたいのはこの方程式を満たすあるベクトル X と定数シグマだよ。行列を計算すると連立方程式になるね。まずシグマを求めよう。移行して乱暴だけど変辺割れば X を消せるね。 これは実は最初の係数行列の行列式リタミナントイコールゼロの式になっているね。そしてシグマの二次式なので解の公式で解ける。とりあえず b=c 対称行列の時は前に違う方法で求めたシグマと同じになるね。伸縮率の定数シグマは求まったけどベクトルは具体例で求めていってみよう。 この行列について m を作用させることがシグマ倍にするのと同じことになるある特別なベクトルを求めよう。行列演算すると連立方程式が出てくるね。だけどランク落ちしているから x1 と x2 の比つまりベクトルの方向傾きだけが出てくるね。この x1 イコール x2 ってどんなベクトルかっていうと横軸 x1 縦軸 X2 のグラフにした時45度方向に線が引けてこの方向のベクトルってことだねもう一つのシグマシグマ2に対応するあるベクトルはどんなだろうこれも同様にして求めてやると同じくランク落ちの連立方程式が出てきて方向だけが定まるこれは135度方向のベクトルってことになる この式かからら何が求められたかな傾く軸の方向とその伸縮比が求まったね。しかも実は今求めたある特殊なベクトル軸の方向を表してるけどこれを正規化して横に並べてまとめた行列は最初に分解して求めた回転行列 U と一致しているね。結局何が分かったかというと。 あの分解の計算をゴリゴリやる代わりに、この方程式が使えそうだということだね。さてじゃあ別の例でやってみよう。シグマ1とシグマ2は行列式から求めても、さっき分解して求めた結果と一致しているね。シグマ1イコール4に対応するベクトルは、例1と同じく乱構置した連立方程式からベクトルの方向だけ定まる。 アークタンジェントで角度を求めるとこれは約27度方向のベクトルで分解で求めたシータと一致しているね。もう一方のシグマ2イコール1.5に対応しているベクトルも同様にして方向が定まる。シグマ1のベクトルと直交していて153度方向。というわけでこの方程式で得られるシグマ1、シグマ2と それに対応した特別なベクトル2本が、先に求めた回転と伸縮で分解した行列と同じく行列の回転と伸縮の方向を表しているみたいだね回転と伸縮に分解する方法とはやり方が異なるからこれで求まる定数やベクトルに新たに名前を与えてあげようある正方行列 m に対してこの m x ラムダ x を満たす定数ラムダをその行列の固有値ラムダに対応して定まるベクトル X を固有ベクトルと呼ぼうさてこの方法は正定値対象じゃない行列に対しても使えるでしょうか満を持して最初に出した行列を例にしよう円状の点を変換してみるとこうなるさて逆回りに変換されていることに注意してね 一つ一つベクトルの変換前後を見ていくとこういうことねじゃあ計算していこう行列式の結果を因数分解か解の公式を使ってラムダ1ラムダ2が求まるねラムダ1イコール2に対応する固有ベクトルを求めようこれもやっぱりランク落ちの連立方程式になって 大きさ1に正規化すると、ラムダ2イコールマイナス3に対応する固有ベクトルも同様に求められてこんなベクトルになる結果ベクトルの方向を図に重ね書きすると制定値対象行列の時と違って2本の固有ベクトルは直行していないことがわかるねだけど行列を作用させても維持される方向と その伸縮比がそれぞれ固有ベクトルと固有値によって求められたことがわかるね。固有値ス3っていうのは180度反対方向に3倍伸びるってことだね。さて制定値対象行列の時と同様に対角化はできるのかなこれは行列をベクトルで表現するとわかりやすいよ。 まず固有ベクトルを横に並べた行列の逆行列を定義しよう。こいつは逆行列だから、こんな関係を満たすわけだね。固有値・固有ベクトルの定義から、今の固有ベクトルを並べた行列に m を作用させると、こうなる。これに左から今の逆行列をかけると、結局固有値が対角要素に並んだ行列になる。 これでべき乗の計算が楽にできそうだね。制定値対称行列を回転と伸縮に分解した方法と同様に、固有値と固有ベクトルを使った対角化でも、打ち消し合って単位行列になることを利用して、べき乗が楽に計算できるよ。まとめるね。まず最初に、行列を伸縮と回転の成分で表せないか、という思いつきからスタートしたね。 そししして、てて定値対象行列については、成分分比較して分解できることを示したね。次に一般の正方行列に対しては m x ラムダ x で同様に伸縮と回転という行列の性質が固有値と固有ベクトルによって得られることを示したね。そして固有値と固有ベクトルを使って対角化し行列のべきが楽に計算できることを示したね。 実は最初に見せた回転と伸縮に分解する方法は行列式で求める方法より一般的な「徳一分解」という方法を意識しているよ。気になる人は調べてみてね。じゃあまたね。